で音楽で心も脳もワクワク、脳トレ音楽堂です。ではまず最初に日にちの確認してまいります。はい、本日は令和5年9月3日日曜日です。はい、9月と3日は何の日でしょう、調べますね。はい、今日はですね、グミの日、キュートン3だからかな、はいね、そしてぐっすりというところからベッドの日、はい、そして睡眠の日、はい、まあ、それもそうですね、そうですね、はい、でホームラン記念日、はい、うん、などとなっています。はい、さて本日の2曲を、ご紹介していきます。はい、本日の1曲目は五木の子守唄です。はい、五木の子守唄、睡眠の日、はい、ね、はい、そうです。本日の2曲目は赤とんぼです。はい、それでは1曲目の五木の子守唄の解説をお願いします。はい、本日の1曲目、五木の子守唄は、熊本県球磨郡五木村に伝わる子守唄で、代表的な民謡としても知られております。はい、はい、いつ頃ね、はい、この曲が生まれたかちょっと分かっていない、はい、そうですね、はい、おそらく口伝えで、あ、そうですね、はい、はいはいはい、ということです。はい、はい、それでは五木の子守唄聞いてまいりますが、はい、その後に今日は日曜日ですので朗読がございます。朗読の後にこちらの曲にまつわるクイズをお出ししますので、ご一緒に考えてみてください。それでは聞いてまいりましょう。五木の子守唄ミュージックスタート。皆さん、こんにちは。朗読講師の結城美音です。今からご一緒に素敵な日本語を声に出して読んでみましょう。今日の読み物は、百人一首の和歌、柿の本ひとまろが読んだ歌です。山鳥のオスはとても長い尾を持っているので、この歌の中では秋の夜の長さを表すのに用いられています。山鳥のオスとメスとは離れて寝るとも言われています。山鳥になぞらえて読まれた秋の夜長、美しく静かに寂しさが伝わってくるようですね。それでは画面の文字を見ながらご一緒に読んでみましょう。足引きの山鳥の尾のしだりおの長々しよう
一人かもね。声に出して読むと心も体も元気になります。またご一緒に読んでみましょう。はい、皆様本日の朗読はいかがでしたでしょうか。いかがでしたか。はい、それではここでクイズです。はい、はい、いつきの子守歌、はい、こちらの、曲ですが、はい、一体どこの県の歌でしょうか。はい、これが問題です。はい、1番佐賀県でしょうか。2番熊本県でしょうか。3番福岡県でしょうか。お考えください。はい、皆様のお答えをどうぞ。はい、正解は、はい、2番の熊本県でした。はい、熊本県のね、はい、で熊郡いつき村ということです。はい、熊郡。はい、はい、ありがとうございます。それではね、2曲目の方で、ね、はい、参りますね。はい、はい、2曲目は今日本日の2曲目は、はい、はい、赤トンボです。赤トンボですね。そろそろ飛びますかね。はい、はい、谷口美紀ロフーさん作曲、山田耕作さんの日本の童謡です。はい、歌詞は1921年、大正10年になります。はい、はい、曲は、1927年、昭和2年に、付けられました。そうですね、こちらですね。はい、歌詞は子供時代の思い出、特にお母さんへの思いが込められております。はい、辰野市、はい、兵庫県辰野市ですね。はい、はい、美紀ロフーさんお生まれになった、はい、記念が生まれた時に出ます。はい、ですね。はい、歌詞が作られた1921年、大正10年は、はい、大阪城が一般公開になった年でした。うん、そうですか。はい、赤とんぼの他にも同様の7つの子がこの年に発表になっております。はい、この頃から大正10年頃から、ライスカレー、コロッケ、とんかつなど洋食がね盛んに、はい、カレーライスではなくてライスカレーなんですね。はい、はい、レストランなどで、ね、はい、提供がされていたそうです。はい、はい、ということです。はい、それでは赤とんぼ聞いてまいりましょう。はい、ミュージックスタート。本日の2曲、そして朗読はいかがでしたでしょうか。いかがでしたか。はい、それでは本日の曲を振り返ってまいりましょう。はい、本日お届けしました1曲目、いつきの子守歌でした。でしたね。はい、子
都県の民謡と言っていいのかな、はい、はい。そして朗読がございまして、クイズありまして、はい、2曲目は赤とんぼをお届けしました。はい、お届けいたしましたね。はい、さて、それでは明日の曲ご紹介ください。明日は9月4日です。はい、アロハオエ、はい、歌の翼に、はい、の2曲をご用意しております。はい、明日もお楽しみください。それでは本日も良い一日をお過ごしくださいますように、また明日お会いいたしましょう。ごきげんよう。